ということで、ハンコですけれども、現在の集めてる数が35個、残り15個ですね。15個で取れてないのが3つ目と6つ目、さらに16個目と18個目と19個目、さらに21個目、27個目、そして31個目、33個目、35個目ですね。さらに41個目、43個目、44個目、49個目、50個目という、全15個、これを探していきましょう。まずは3個目、3個目からいきます。3個目は、オルディン大橋の近くだそうです。行ってみましょう。あ、当たった。このオルディン大橋の近くのこのハイディア平原のこの黒いとこね、この穴の中、ここ入り込んでいきましょう。この中にあるみたいです。さあ、隠されたハンコを探していきます。下に戻るか。結局爆弾で倒すっていう。ああ、50ルピー。まあ、いっか。とりあえず、財布を持ってるかね。最大の財布やったっけ。うん、あれを持ってるか、まあいいとして、最大の財布か。まあ、よしとしようか。これを2つと灯すと出てきたこの宝箱の中にきっと入ってるんでしょうね。さあ、じゃあ開けていきましょう。宝箱オープンです。よっしゃ、あった。ハンコですよね、そらハンコですよね。ちゃんと下調べしてますから、そらハンコですよねっていうやつですわ。続いてのやつは、続いて6個目ね。6番、6番はこのラーネル地方のこのハイラル平原のこの辺に川があるみたいなんですけど、この川の川底らしいです。なのでとりあえずワープはここにしましょうか。ワープはここにして川の方まで走っていきます。よし、とりあえず川までやってきました。とりあえず川底へ行くために着替えての、あとはアイアンブーツを履きのですね。さあ行きましょう。川底にあるらしいですけれども、この辺か。あ、ここっぽいね。あったあった、これでしょう、きっと。オープン、ハイアル。あった、ハイラルによく似てるハイアル。続いて16番ですね。16番もこの近くですわ。この近くの隠し穴を通ったところ。ここかな、これっぽいな。よし、掘ってみよう。ここは多分確実に来てない、多分確実に来てないっておかしいけど、ほぼ来てないでしょう、これは。アイテムとしてはチェーンハンマーかな。でついでに服は着替えておきましょう。チェーンハンマーを振り回せ。
ダロヌタフェイ柵を潰しながら敵も倒しながら進んでまいりましょう。バタフェイ、まだおるぞ。よし、倒して、彼も倒す。よーし、オッケー。あ、こんなにいっぱいルピーを落とした。ただそんなに俺はルピーを必要としていない、依然として。食材に火を灯すのか。まずルピーを取りに来たわけじゃないもんね。ハンコを取りに来たんだから、これか。この3つの食材を灯すと OK、 出てきた。よし、開けましょう。うん、ちょっと緊張してる。はい、オープン。はい、来ました。ハイラル文字16のハンコ、16個目ですね。はい、続いてが18番、18番目のハンコを目指していきましょう。ハンコ18番はゲルド砂漠の近く、このポータルのすぐ近くだそうです。行ってみましょう。あの奥の矢はあいつに捕まるんですわ。よし、やってみよう。あいつに捕まるぞ。ずれた、ずれた。オッケー。あ、惜しいな。もう陸地行ってるもんだと思ってた。よし、来たね。降りましょう。さあ、ここにきっとあるはずです。オープン。はい、来たー。18です。ハンコ18。そして続いてハンコ19ですね。ハンコ19はどこだ。ハンコ19はこのハイリア湖の近くだそうです。行きましょう。ハイリア湖へワープ。こっちかな。とりあえず持っていきます。ポータルからワープしてここを登っていくと、はしごを登りのこの近くやな。どっかこの辺ちゃう、この辺ちゃう、これちゃうか。 OK、 隠し穴発見。ここですね、きっとここにあると思います。人に戻って服を着替えますか。何したやねん。こいつは弓矢で戦ってんのか。結構簡単に倒せる。あら、結構簡単ですね。あ、まだ結構痛い。敵結構痛い。もうあらかた倒したやろと思った。さあ、あと1体かな。 OK、 倒した。全員倒しましたら出てきました。すぐ背後、すぐ背後でした。オープン。 OK、 ハイラル文字19ですね。続いて21番なんですけど、21番はなんかこのデスマウンテンのゴロン鉱山ダンジョンの中にあるみたいですね。ダンジョン、まだ宝箱取り忘れてたっけ。あ、そういえばなんか1個取れてないのあったな。
ということでできますか。おお兄ちゃんご苦労だったな。話は長老から聞いてる頃、あの子の記憶を取り戻したんだってな。よかったんじゃないか。兄ちゃんもあの隠れ里から無事に帰ってくるとは大したもんころ。うん、お前の記憶もそろそろ取り戻せ。お前を助けたのは俺だ。勝手に恩着せがましいこと言うよね。宝箱を取り忘れてるみたいなんだけど、なんか一個あったの覚えてるよ。あ、やっぱあの奥だね。だいぶ奥まで行かなかな。あー、あれか、これを伝っていくわけね。よし、 OK、 ようやくです。見つけました。はい、ハンコ21。よし、たったこれだけを見つけるためにはるばる遠くからやってきました。続いてハンコ27番は、これはね、ハイラル城下町のジョマンニのところで行けるんだけど、これはゴーストの魂60個集めた後じゃないといけないらしいので、じゃあこれは後回しにしましょう。で続いて、31番、続いて31番はとある牧場にいるらしいです。なのでとある村へ行きましょう。とりあえず、続いてのハンコはこの、なんだ、小屋の中だそうですけど、ポストマンを追っても獣になれたってポストマンを追っても獣になれる。こんな汚い字の手紙はヤギさんに食べてもらいましょうねっつって言ってるけど、全然狼が話しかけても気づいてないね。一生懸命ですね。バカ真面目ですね。バカ真面目ですね。日本郵政ですか。カンテラに火を灯すんかな。これ全てつけてみよう。あー、出ました、宝箱。敵は関係なかったみたいですね。敵を倒すのは関係なかった。さあ行きましょう、オープン。おい、来た、ハンコー、リンク1位ハンコーです。あざす。さあ用はない。そして続いて33番は、オルティン大橋の南の方だそうです。行きましょう。これかな、ここですわ。ここの中取ってみましょう。行きましょう。きっとこの中にあります。海ですね。もう普通に宝箱あんねんけど、普通に開けりゃいいんかな。普通に宝箱があります。開けてみましょう。オープン。あった。リンク3のハンコちょっと泣いている。ちょっと涙を流して勇者の見せない表情をね、ハンコで表現したんでしょうね。さあ続いてが、フィローネ町、ハイラル平原の南の方なので、カカリコ橋からまた移動します。ここかな、ここら辺っぽいですね。マップで言うとこの辺り、この辺りだそうです。はい、じゃあ掘っていきましょう。普通に宝箱あるパターンですね。さあ、じゃあ開封しましょう。宝箱開封です。オープン。はい、やりました。リンク5のハンコです。リンク5って言ってウルフリンクやったっていうパターンですね。あ、こんなとこにも宝箱ありますよ。ついでに開けておきますか。なかなか開きづらいんです。ここ
このゲーム宝箱を開ける方が難しかったりするからね、敵倒すより。はい、ジュール P でした。開けなければよかった。続いて41と43ですけれども、これはハイラル城の中にあるそうですね。なのでまあこれはエンディング見た後になっちゃいますかね、自動的に。なのでハンコはとりあえずエンディング見た後っぽいです。はい、ハンコのコンプリートはね、ということです、じゃあそれ飛ばして、41、43を飛ばして44行きましょう。続いての44番のハンコはここですね、ハイラル城の南です。ハイラル城下町を南に出たところにあるこの宝箱、これがそうなんですけど、これの取り方を調べてみたら、まずこれでもクローショットでそこに捕まると。ちょっと距離が足りてない、距離は足りてたか。はい、捕まってここを降りるみたいです。降りてスピナーを使うと。これスピナーのレールやったんですね、全然気づかなかったですけど、スピナーのレールです。なのでこれを使ってスピナー乗って、ここで使うとここに降りてくるということですね。はい、これで開けれます。オープン。はい、ハンコです。ゼルダ4のハンコです。ちょっとびっくりしたっていう感じ、びっくりしちゃったっていう感じの、そういうハンコをいただきました。ということで、ここはクリアね。次のハンコいきましょう。続いて49番のハンコなんですけど、これも大妖精の泉、これを、じゃあ大妖精の洞窟か、あそこの試練をクリアしたら手に入るやつなので、これも現状取れない。そして50番は全てのハンコを手に入れると手に入るやつなので、これもできないということなんで、全15個、残ってたのが全15個やったんですけど、取れたのは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個だけですね。5個はハイラル城にあったりとか、あとはあれね、大妖精の洞窟をクリアして手に入るやつとか、ゴーストを集めて、全部集めて手に入るやつとかあるので、とりあえずこれはもうクリアした後にハンコはコンプリートするということにしましょう。ゲームをクリアした後にやっていきます、これは。ということで、これはとりあえずハンコをとりあえず現状終了ですね。はい、ということでハンコは終わったから、あとは大妖精の泉に行くために、ボム袋だね、ボム袋を強化したい。ボム袋を強化する方法なんですけど、これはねミニゲームですね。これがゾーラ川上流で遊べる川下りをやるというやつです。なので、ここ行きましょう。ゾーラ川上流、一回アルバイトやったやつですね。あの川下りのミニゲームをクリアすると、いい得点を出すとボン袋がもらえるということですね。よーし、行ってみましょう。お姉さん、さあ来ました、ゾーラ川。ああ、いらっしゃい。君のおかげでうちも営業再開できたのよ。まあ何も出てこないけど、ゆっくりしていって。もちろんボートに乗りたかったら貸してあげるから声かけてね。遊びたいんす。川下りはガイドもつけてレンタル料20ルピーだけど行く？はい、行きます。 OK、 じゃあ乗って。さあ行きましょう。準備はええね。じゃあ良い船旅を。これで黄色い壺を壊すことで1ポイント、赤い壺を壊すと2ポイント手に入るらしいです。で、25点以上取れば、その待望のボム袋が手に入るということですね。さあ、壺を探して、あれか。これ何したいのこれ。
あ、打てと。打てと。そういうことね。はいはいはい。わかったわかった。状況を把握した。あとなんか、結構山なりになって落ちていくのか。結構落ちることを考えなきゃいけないんだね。わかったわかった。さあ、とりあえず現状3ポイントです。赤い壺を割ると2ポイントだね。当たらん。とりあえずこれ 何発でも打てるっぽいですね。好きなだけ打ちましょう。 OK 当てましたよ。7ポイント、7ポイント。さあ頑張って25点取りたいんだけど、まだ川下りもう終わるんじゃないの？大丈夫？まだ続きますか？あ、まだ続きますね。まだありますね。ちゃんと。はい、開けて。OK。取り逃してないね。大丈夫？あら、結構いっぱいあるよ。2点は取りたい。OK。14点。だいぶ落ちるな。これぐらいか。上すぎた。水でも関係ないよね。滝でも関係ないんですよ。全然滝も関係なし。急流になってきたよ。大丈夫？なんか忘れてない？ない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 。壁に当たるとあかんのか、下がんのか、点数。そんなルール聞いてないよ。ルール説明聞いとけよかった。 OK 当てる。15点、18点です。これもちゃんと操作した方がいいね。当たったらダメなんでしょ。当たらん。外した。よし、当てた。あ、壁に当たる。ちょっと待って、壁に当たる。狙って。よし。確実に当てて。はい。あー、赤い壺。赤い壺に。OK。25点いった。25点いきました。ありがとうございます。これいったでしょ。25点以上だから25点だ、ちょうどいいんだね。いいはずなんですけど、ちょっと途中壁に当たっちゃったのがでかいですね。さあどうでしょうか。アルバイト君の意見を聞いてみましょう。どうですか。ご利用ありがとうございました。おう、今回の川下りで壊した的の合計点は25点です。おめでとうございます。初めて25点以上取られた方にはこちらの記念品が贈呈されます。あら、最大のボム袋ですね。はい、ボム袋、持てる量が2倍になりました。はい、ありがとうございます。もう来ないですけどね。もうやらないですけど。ということで、これでおそらくそれぞれ2倍の量を持てるようになったということだと思います。はい。さようです。はい。ということで、ボム袋も、最大数持てるようになったし、ボム袋とかボムもね、爆弾も最大量持てるようになったし、弓矢も最大量持てるようになった。ということで、もうこの現状でとりあえず大妖精の洞窟行っちゃいましょう。うん、一気にね、行っちゃいましょうというところなんですけれども、とりあえず今回ここまでしましょう。疲れました。ということでセーブしましょう。いいね、このハート全部埋まってるところがいいよね。あ、この景色絶景です。ということで、また次回引き続きお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。